はいどうもニドッチです。はい、ですね、今 TT を、作成中でございます。で、前回階段を作ったところまでをアップしたと思うんですが、このぐるーっと回って上の足の場まで来てる階段を作ったところまでアップしたと思います。次はですね、この上に今なんと言ったらいいかな、足場が見えますね。はい、これ雲じゃないんです、足場です。で、この足場から25メートル下に処理槽を作ります。なんで処理槽の足場を組もうと思います。はい、じゃあ始めますか。はい、ボートです。いや、ボート楽だな、早いな。やっぱりこの道どうしようかな、完成したら。よいしょ、あ、置いとこうか、置いとこう。流されないでしょ今。昔はもうね、気がついたらボートがどっかへ行ってたもんですよ。今の現行のバージョンならボート置いときましょう。まあこんな風に喋ってますけどね、多分じゃあ作業始めますってさっき言ったところからね、次移るのは多分上の足場で、じゃあこっから25ブロック下がったところに足場作りますみたいな、そんな映像になるんですよ、きっと。きっとね。で、今気になってるのが、バージョンアップしてから、この間のバージョンアップがあってから、すごく録画した画面が、ゲーム画面はそんなじゃないんですが、録画した方の画面がすごいカクカクしてて、バックグラウンドでなんか動いてんのかなってずっと思ってたんですけど、で実際まあバックグラウンドでなんか動いてた時もあったんで、それのせいだと思い込んでたんですが、そのバージョンアップの時にどうもテクスチャー関連とか、ミップマップは関係ないか、なんか、フレームスライダーとか、とにかく映像が綺麗になってたらしいんですよ。で、うちのこのねPC 限界を超えてたみたいですね、どうも。なんでゲームする分には大丈夫だけど、録画すると録画がカクカクになるみたいな、そんな状況だったらしいです。んでちょっと設定を落としました、マインクラフトの方の。なんでこれでちゃんと撮れてるんじゃないかなと思いつつ、はいはい。というわけで今屋上来ました。屋上じゃない、128メートルの足場に来ました。こっから25メートルの場所に処理槽を作るので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、数数えてると喋れないよ。13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。この高さがここか。とりあえずここにある程度行きますか。はい、この高さに足場を作ります。いっぺんがこの柱から柱まで、柱を合わせて実は13マスです。はい、柱から柱まで柱を合わせて13ブロックの四角形ですね。はい、で真ん中7つを開けておきます。これは最上段も
真ん中7つ 7×7 開けてましたんで、なんとなく、あ、落下式だなというのがピンとくる人は何をするかもうお分かりだと思いますが、真ん中7つはあのモンスターが落ちてくる穴ですね。です。ここだよ。なかなか、いや怖い、夜は寝た方がとか言いながらもう夜通し作業だよ。結局ベッドを1回しか使ってないっすね。そんなにまだ、あーでも1回湧きましたわ、スケルトンが取ってない時に。 OK、 はい、でこうなります。でここはあの処理槽の高さなんで、こっからもう実は5マス、どっちか5マスかな、1、2、3、4、5、ここに足場を作ります。ですね、この上のここをガチャガチャいじりますんで、この壁をね、ぶち抜いて、ホッパーとか置いたりディスペンサー置いたり、水路を作ったりしますので、5マス下がったここに足場を作っていきます。ちょっと待て、丸石あるな、大丈夫だな、あるある、まだある、丸石はまだある。とりあえず基礎を作ってる段階では多分、多分まだ下にあるし、多分そんな慌てなくていい。もうあの足らなくなったらこの間も言ったけど掘り行きますわ。はい、丸石はね、よいしょ。でここはもう本当にただの足場なんで、作業するためには空いてる必要、真ん中空ける必要はもうないですから、全部埋めまーす。あの冬に作ったですね、ジェンドを行こうとしてた動画で作った TT はですね、バージョンアップでピストンが使えなく、ピストン式が無理だってことを知らなかったんですよ、作った時に。で落下式で作ってその動画をアップした後、改良しようと思ってピストンを仕込んだんですね、実は。はい、救急車が聞こえてまいりました。また、また救急車です。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、お元気でしょうか。救急車です。そのまあ、話戻しますが、貫圧板の上にモンスターが湧かなくなったせいで、ピストン式っていう TT が使えなくなってたってことを知らなかったんで、その落下式とピストン式を合わせたものにしようと、実はあの完成した後、動画を上げた後にそのピストン式に変更したんですよ、ものすごい時間かけて。それでじゃあいざ稼働しようってなった時にね、もうモンスター一体も落ちてこない。もう全然、
本当にあれはね、でおかしいなと思って、さすがにウィキを見ましたわ。あ、でもう元へ戻して、別のワールドではありますが、ちゃんと今は動いてますが、はいはい。というわけで足場ができました。まああんま変わんないっすな。はい、そわほど変わらんっすな。あ、しまった、やってもうた。これはもう急いで寝よう。足場に松明を置くのを忘れておりましたわ。やばいやばい、急いで急いで急いで寝なきゃ。あの距離ならまあここなんだ、わからないですからね。 130m 離れてますから湧きようがないです。湧かないはずです。湧いてないと思う。大丈夫かな、ちょっと急いで確認。今わからない方に説明しますと、今足場作ったんですけど、 TT にね、今作った足場に松明置いてないんです。で今夜になってそうだったんで、慌てて自宅で寝たと、湧く前に寝ると、はい、急いで急いで急いで上まで松明持って行きましょう。大丈夫、はい、大丈夫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 。はい、というわけで、処理層の高さを決めて枠組みと、処理層の足場を作りました。あー、夜が明けそうですね。はい、で、おい隣に立ってるこれはなんやねんと、思った方いらっしゃると思います。ずっと見ててくれてる方はそうかもしれません。すいません、ありがとうございます。こちらですね、こうやってね、遠くから今日はここ作りました、今日はここ作りましたって言ってもちょっと訳がわからんので、はい、撮影用の足場を作ってみました。これでね、結構近くから細かい説明ができると思います。でただこれ自体はTT とは全く関係ないんで、はい、作成過程は割愛させていただきました。はしご積んで、はしごで、上まで登るようにしただけです。でこの辺で撮影するかなっていうところにこう何箇所か足場作ってね、そこで撮影できるようにしました。はい、でこちらですね。で本当はですね、ここに作ろうかと思ってたんですけど、最初手前に向こうから見た時に、拠点から見た時にかぶっちゃうんで、柱がここはダメだと、いろいろ考えながらやっております。はい、こんな、こんなもう普通に TT 作ってるだけの動画ですが、で、ここですね、はしごで上まで登っていく感じです。でとりあえずこのはしごを登って、さっき説明した通り、この辺で撮影したらいいかなっていう塩梅の場所に、計4箇所かな、足場を作りました。最初の足場、ここはですね 64m、 ここはまああんまり使うことはないかと思います。はい、次の足場、高さ128ぐらいです。はい、ちょっとねずれたと思いますわ。130あるかもしれない。今 TT が一番高い部分が128なんで、そこと同じ高さですね、大体おおよそ約ですよ。あ、これがやっぱりちょうどいいっすな。あっちでにですね、階段部分が危険なので、フェンスを設けまして、で、128m の今 TT が一番高い位置に、ここからさらに上に湧き層を作りに行きますんで、そのための階段を作る予定地をちょっと広げてあります。で今日作ったところは、はい、こちらですね。この処理層の枠とその下に、処理層を作るための足場の2層を今日は作りましたという感じですね。こんな感じです。あ、やっぱこっちの方が説明しやすいし、絵もいいですね。絵もいいって、絵的にも見栄えがいいですよね。そう、それでね、でこの上さらに、処理層の高さと、さらに
処理槽を上から見下ろせる位置に足場を組んであります。でこれ作ってから気がついたんですけどね、こう上から下までこう舐めるようにこう撮影できるんですよ。ちょっとやってみましょう。それを見て今回はそれを見ながら、はい、じゃあそれを見ながらね今回は終わりましょうか。はい、 TT の最上段ここですね。あのこっから脇層へ上がる階段を作ろうと思います。この木の部分、まあ、ところどころでこの撮影用の足場が映っちゃうのが残念ですが、はい、でここがこの2つ今日作ったところです。いやちょっとこれかっこいいんじゃない？この映像。じかじか持参するのが私の悪いところですがね。あ、下まで来ました。はい、はい、というわけで、処理槽の枠組みとその処理槽を作るための足場を作ったというそういう動画でした。 あとあの撮影用の足場こいつ、というわけでご視聴ありがとうございました。